フリーソフトウェアの定義は、リチャード・ストールマンにより寄贈され、フリーソフトウェア財団により公開された、フリーソフトウェアを定義する文書である。知られている最も初期の定義は、FSF が発行していた1986年2月の GNU ・ S ブレティンにおいてなされたものである。基準となる出典は、GNU プロジェクトの哲学のセクションにある。2008年4月の時点では、 39の言語で公開されている。また FSF は自らが承認したソフトウェアライセンスのリストを公開している。フリーソフトウェアの定義はフリーソフトウェアの概念に関して最も早く公開された定義である。1986年2月に公開された定義には2つの要点がある。私たちの定義するところにおいて、 フリーとは決して値段についてではなく、自由のことを指します。すなわち、プログラムをコピーし、隣人もあなたと同様に使用できる要素のプログラムを配布する自由。そして、プログラムがあなたをコントロールするのではなく、あなたがプログラムをコントロールするために、プログラムを改変する自由。このためにソースコードは、あなたが手に入れられるようにされなくてはなりません。のことを指します。 現在の定義には4つの要点があり、それぞれに0から3まで番号が振られている。フリーソフトウェアを以下の点において利用者に自由があるか否かで定義している。リチャード・ストールマンは、it is said that 神媒体で発行された、フリーソフトウェアの定義は早ければ1986年に存在しており、GNU、S ブレティンの最初の号に含まれて出版されたと言われているが、 その文書は定義として提示されておらず、リチャード・ストールマンが後に作り出した定義とは大幅に違いがあった。フリーソフトウェア財団の代表リチャード・ストールマンは、リチャード・ストールマンは、デビアンフリーソフトウェアガイドラインを、フリーソフトウェアの優れた定義として受け入れていた。しかし、デビアンフリーソフトウェアガイドラインと、オープンソースの定義の類似性から、フリーソフトウェアを、オープンソースと区別する。 必要性を感じ、現在は、フリーソフトウェアの定義を推進している。また、大礼の自由は後に付け足されたもので、実行できることが一番大切なので最初に付けようと、したため、大礼となった。AB GN U,、GNU、S ブレティン、ボリューム1ナンバー1、ページ8。2008年4月9日閲覧。ザフリーソフトウェアデフィニショントランスレーションズオブディスページ 2008年4月9日閲覧。フリーソフトウェアの定義。2007年6月18日閲覧。フリーソフトウェアファンデーション、インク、GNU、S ブレティン、ファーストエディション。2018年2月15日閲覧。new.org。w w w n e w o r g 2 0 2 0年5月12日閲覧。ありがとうございます。